ここからはこのスタジオでもおすすめ商品を紹介していきます。西予市白川町で栗のお菓子を販売しているメニークエストの藤田さんです。おー、こんにちは。メニークエストの藤田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤田さん、はい、今持ってきていただいたのは、そうですね、あの西予市白川の栗になります。白川の栗ですよ皆さん。大きいですね。そうですね、 2L、3L があのたくさん取れる地域ですので、はい、実が大きいですね。いやー、このままでも美味しそうなんですが、はい、今回愛媛いいものマルシェで販売している商品がこちらです。うわー、見ているだけでなんか幸せな気持ちになりますね。3個並んでいますが、はい、こちらのモンブランは栗時々抹茶モンブラン3個入り3390円となっています。あー、美味しい。もう幸せな気持ちになれます。甘さ結構控えめですね。そうですね、あの甘さというよりももう栗のコクをあの前面に出していきたかったので、ちょっとあの結果的に甘さが控えめになったっていう形になります。そうなんですよ、甘さが控えめだからこそ、はい、栗の味をダイレクトに味わうことができますね。しかもあのチーズの部分まですくえたんですけれども、はい、このモンブランの中にこのチーズの風味もちょっと感じられて、ね、またアクセントがある一品になってますね、はい、そしてこちらもう一つの味もあるんですよね。そうですね、抹茶のモンブランになります。おー、こちら全然色が違う抹茶のモンブラン、はい、こちらはどういった特徴でしょうか。そうですね、タルトカップは同じなんですけれども、うん、こちらはチーズではなくて、あんこを敷きまして、その上にスポンジで、栗の渋皮煮を乗せまして、クリームで巻いた上に抹茶のペーストで最後仕上げています。で、一番上に、小豆を乗せております。わあ、見た目もなんか華やかでいいですよね。はい、いや、抹茶、そして小豆、そして栗、どんな味するんでしょうか。はい、すいません、私いただいてもよろしいでしょうか。もうガンガンいっちゃってください。はい、それでは2個目ですが、いただきます。おお、これも美味しそう。抹茶が深くて美味しいです。いやー、モンブランなんですけれども、抹茶の風味が合わさるとこんなにも全く違う味になるんですね。そうですね、あと栗は何でも合いますので、うん、はい、いや、栗ってもう可能性無限大ですね。そうですね、はい、うん、このモンブランもこちらが普通のプレーンというか普通のモン、栗のモンブラン、はい、栗のモンブランで、こちらが抹茶のモンブランになります。はい、どちらもそれぞれ違う味を楽しむことができますね。そうですね、はい、こちらモンブランを作られた藤田さん、どうしてこのモンブランを作ろうと思われたんでしょうか。あ、そうですね、あの僕もともと西予市の出身のものではなくて、あの地域おこし協力隊で8年前に愛知県から西予市白川町に移住しまして。愛知から、はい、そうですね、で白川町の特産である栗の魅力にはまりまして、何かいろいろと加工品を作っていきたいなと思ったところ、この洋菓子に出会ったってところです。はい、地域おこし協力隊になられたきっかけは、はい、そうですね、前職は東京でマルシェのお仕事をしてたんですけれども、東京ですね、はあ、あの、まあ、全国から農家さんとか出店者さんをいろいろお話とか聞いていて、あの一度でもいいから地方に入っていろいろな現場を勉強した方がいいよって言われまして、でそれであの協力隊の制度を知りまして、で、まあ、縁もゆかりもないんですけれども、西予市白川町にあのそのまま協力隊として入れさせていただいたっていう。そうだったんですね。はい、どうですか、実際来てみて白川町の印象というのは。そうですね、まあ、やっぱり最初は自然が豊かなところだなと思ったんですけど、もうすぐに慣れましてで、まあ、白川町の魅力は何かやりたいなと思った時に、あの様々なあの方のサポートがすごいのと、あとやはり何よりも農産品を中心にしたものがいっぱいあるところで、生産者の方と距離が近いということで、何かとこう生活しやすい環境だなというふうに思います。美味しいものも、はい、温かい人もある場所と、ね、いうことなんですね。はい、いや、いい場所ですね。そして画面の見ていただいている方に向けて一言メッセージお願いします。はい、全国の方で白川というのはなかなかこう馴染みがないところかと思うんですけれども、栗が取れるところでとてもコクのあって甘みのある栗なので、そういったのを、まあ、モンブランという形で表現させていただきましたので、
あのぜひともあのご賞味いただけたらなと思います。ぜひ本当に美味しいこちらの栗時々抹茶モンブラン、ぜひ味わってみてください、はい。